皆さんこんにちは、花です。今日はですね、韓国コスメのハクスリーのアイテムを9アイテムご紹介していきたいと思います。それでは早速見てみましょう。はい、ということで今日は私がずっと気になっていたブランドの一つでもある韓国のハクスリーというブランドをご紹介していきたいと思います。過去に多分1、2アイテムぐらいは使ったことはあるんですけど、なんかその頃はまだブランドが出たてであんまりこうしっかりとちゃんと使ってこなかったんですけど、なんかこう日が経つにつれていろんなところで見かけるようになって、あ、すっごい可愛い見た目がと思っていろいろ使ってみたかったブランドなので、今回とっても嬉しいです。で、今回の9アイテムは5アイテムがボディケア、4アイテムがフェイスケアあるので、たくさんあるのでサクサクご紹介していきたいと思います。まずはですね、どういうブランドなのかっていうお話をすると、ハクスリーは韓国のブランドで、まず最大の特徴は香りです。いろんなレビューを見ていくと分かると思うんですけど、皆様絶対に香りについて書いてあります。9点のレビューとかを見ると、だいたい皆様まずは香りのことを言ってるぐらい香りがすごく特徴的なブランドです。もういい香りがします。で、2つ目の特徴がサボテンシードオイルを使っているということです。サボテンシードオイルって希少価値があって、まあ、最近いろんなブランドでも使われているオイルだと思うんですけれども、実はモロッコ王室も愛用する伝統の美容だったりするんですね。で、例えばオイル系って聞くと皆さん一番最初にパッと思い浮かぶのがアルガンオイルが多いかと思うんですけど、まあ、オイルの代名詞というアルガンオイルよりも保湿力が優れているのに浸透が早くてこうベタベタしないっていうのも特徴だったり、あとはこうファイトケミカルが含有されていたり、あとビタミン E がすごく豊富に含まれているので、まあ、肌の張りとかツヤを与えてくれるという、効果もあるのがサボテンシードオイルです。で、先ほども言った通り結構最近いろんなラグジュアリーブランドとかから、サボテンのオイルを使った、スキンケアとか出ているんですけれども、でもね、結構ね、いいお値段するんですよ。で、やっぱコスの中でもいい、こう、ラインで使われてたりするので、それと比べると結構ハクスリーはお値段も私の中では、手が出しやすい価格だなと思うので、注目してました。まあ、そんな感じがブランドについてなので、早速、皆様気になる商品を紹介していきたいと思います。まずはボディケアからいきましょうか。ボディケア一つ目がこちらです。ハクスリーボディウォッシュモロッカンガーデナーという、ボディウォッシュ。こちらで 300ml です。見ていただくとわかるように、すごくシンプルで洗練されたスッキリとしたボトルが私はすごく好きです。他のアイテムとかも今簡単にパカッとお出しすると、全体的にほんとシンプルでスタイリッシュなパッケージなので、私はすごく大好きです。で、このボディウォッシュ最大の特徴、もちろん香りです。私が今日を紹介する製品の中で一番華やかな香りがするのがこちらのボディウォッシュです。すごくフローラルの華やかさがある反面、ちょっとボタニカルっぽい自然な香りの花の香りもするので、なんかこう、リラックスされつつラグジュアリーな気持ちにさせてくれるような香りが私はすごく好きです。で、こちらのボディウォッシュは乾燥肌の方に特におすすめらしいんですけども、こう乾燥肌用のボディウォッシュって結構こうぬめっとしたり油膜感があったりするものが多い中、割とさっぱりなんですけど内側がすごくしっとりと水分で満たされたようなお肌になるような洗い上がりで、私はとってもこちら大好きです。そして次のアイテムがこちらボディスクラブなんですけど、ハクスリーボディスクラブモロッカンガーデナーというものです。で、こちらのボディスクラブ結構見ていただくと分かるようにちょっと小さめなんですよ。今こうハンドクリームがあるのでサイズを比べてみると割とこうちっちゃめのコンパクトサイズになってまして、とっても軽いので、例えばご旅行行かれる時とか重くもないのでね、持ち運びもすごく便利かなと思います。で、こちらのスクラブの私が思う特徴としてはすごく粒子が細かいです。細かくてこう例えばお砂糖とかお塩とかのスクラブみたいにこうなんだろう、角がある粒子じゃなくて全てがこう丸っこい、角が丸っこい粒子なので、お肌をゴリゴリ痛めつけずにスクラブで体をこう洗うことができます。肌当たりがとってもいいのも特徴なので、例えば皮膚が薄いデコルテだったりお尻の部分だったりっていうところって、あんまりこう大きい角がゴツゴツしてるスクラブで体綺麗にしたくないと思うんですけど、そういうところにすごく使いやすいなと思います。私はデコルテとお尻すごくこれ押しますね。で、スクラブ自体もパーライトが使われていて、本当にね、砂っぽい感じ、質のいい砂でスクラブしているような感じなので、
心地いいですね、肌当たりが。あとはセラミドが配合でお肌に潤い成分も与えてくれますし、古い角質を取ることによってお肌に透明感も与えてくれたりします。そして次はこちらオイルをご紹介したいと思います。ハクスリーボディオイルモロッカンガーデナーですね。こちらのオイル、まず特徴が先ほどの2点と違って香りがね違うの。なんだろう、先ほどのお花のちょっとフローラルな香りを保ちつつ、もうちょっと植物の青々しさというか、そういうものが入った香りになってるかな。で、このボディオイル濡れた体に使うものなのでインバスで使えます。なのでこれからの季節、あの冬になってきて、一回お風呂から出て保湿するのって寒いじゃないですか。しかも顔も保湿しなきゃいけないし、もうすっごいあの時間との戦いで大変だと思うんですけども、とりあえずお風呂の中でこれを保湿して出て、お顔の保湿ができるっていうので、すごくあの使い勝手がいいオイルだなと思います。オイル自体はすごくサラッとしていて浸透が早いです。でサラッとしてるから物足りないのかなと思うかもしれないんですけど、お肌になじませていくとお肌がもちっとするんですね。でもベタつかなくて、本当にこう誰にでも使えるというか、誰でも気に入ってもらえるようなテクスチャーのオイルかなと思いました。でこれで保湿するとすごくお肌が柔らかくなるので、例えば私この後ですね、いつも体にお化粧水を塗ってボディクリームを塗るんですけど、そのお化粧水とかボディクリームの浸透がすごく良くなるので、お顔も多分導入剤とかオイルとかつけられる方多いと思うんですけど、そういう立ち位置でこのオイル使ってもすごくいいのかなと思います。万能です。めちゃくちゃ万能なオイルです。そして次がこちらですね。こちらはハクスリーボディローションモロッカンガーデナーというボディローションです。これもすごく華やかな香りがするんですけど、このボディウォッシュとかと比べると若干こう可憐なフローラル感が強い感じがします。街中ですれ違うすごく綺麗な透明感がある女の子から絶対この香りはすると思うっていうぐらい、なんかもういい女度 100% の香りがしますね、これは。で、こちらも先ほどのオイル同様、割と軽めの使い心地なんですけども、お肌自体をすごく柔らかく、しっとり、みずみずしくしてくれるのが、こちらの特徴です。このダブル使い、すごく私いいなと思ったので、皆さんぜひやってみてください。本当にベトベトしないので、この上からパジャマとか、お洋服とか着ていただいても気にならないと思いますし、もちろんお布団入った時にもベトつきも気にならないと思うので、ベタベタするボディローションあんま好きじゃないよっていう方はぜひ使ってみるといいかもしれないです。そしてボディケアアイテム最後がこちらです。ハンドクリームです。ハクスリーハンドクリームベルベットタッチというものでしてね、これも名前の通りすごいベルベットな仕上がりなんです。私これ撮影前に手に塗ってるんですけど、香りはちょっとすごいいいから後でまた話しますね。私の手ってこんなに柔らかくてすべすべしてしっとりして気持ちよくて一生触り続けたくなるような手だったっけって思うぐらい本当にお肌がいい感じになる、いい女性の手って感じ。すごいこうしっかり毎日ケアして、もうお化粧水も手のパックもしてるような感じのこう触り心地、柔らかい触り心地になる、でもベトつかないハンドクリームです。これ結構好きかもしれない。で香りもすっごい、もうずっと手を嗅ぎたくなるぐらいいい香り。私結構こうパソコンしたりスマホしたりすることが多いんですけど、これだったらベトベトも気にならないし、キーボードも全然打てるなって思いました。ボディケア系って結構私友達のプレゼントとかにあげることが多いんですけど、あのハクスリーいいと思います。香りもいいし、すごい使いやすいし、テクスチャーのこの好み問わず使えると思うので、まあ、特にこのボディウォッシュとか私がおすすめするならオイル、ハンドクリームあたりは本当にすごくおすすめだと思います。まあ、ここら辺もいいんですけど、あの選ぶのであればこの3点すごくいいなと思いました。っていうのがボディケアです。ではやっとスキンケアに行きたいと思います。スキンケア、まず1つ目がこちらです。ハクスリーコンディショニングパッドエブリモーメントという、まあ、結構韓国コスメで流行っているお化粧水が含まれているパッドです。中を開けるとこのトングがついているので、開けて1枚ずつ取り出して使う形になります。で、このパッドの特徴がですね、私が今まで使ってきたパッドの中で一番
パッドの質がいい。ほんとしっかりとふっかふかの厚さがあって肌当たりがすごくいいパッドです。このパッドの質は今まで本当に出会ったことがないぐらいパッドにしてはいい質だなと思いました。で、香りはどっちかというとこれに近いかも。ちょっとみずみずしい青っぽさが残るような香りで、私はすっきりして結構好きな香りです。でも本当青臭いとかじゃないの。なんかね、青々しさ、こうフレッシュな感じがするフローラル系の香りっていう感じですね。で、これはこうバーって顔をこう拭き取ったりとかして使うんですけど、例えば乾燥が気になるときはパックとしても使えるそうなので、まあ、そういう使い方もすごくおすすめです。で、こちらのパッドの効果としてはキメを整えて潤いを持続させてくれる効果があるそうです。そして次がパックですね。パックがこちら、ハクスリーコンディショニングマスクワンモーメントというパックです。こちら5枚入りになっております。全てのスキンタイプの方に使っていただけるようなパックだと思うんですけど、私は割と乾燥肌の人におすすめしたいなと思います。なんかパック自体結構こう見ていただくと分かるんですけど、水っぽい化粧水なのかなと思いきや、肌につけた時に割とこう乳液チックな、ちょっと若干の重みというかリッチ感があるこのエッセンスが含まれているので、お肌にのせてこれでパックするとお肌がすごく柔らかくふかふかになります。パックも先ほどのパッド同様しっかりと厚みもあって肌当たりもよく密着感もあるので、のせててもストレスフリーですし液だれも全くなかったです。こっちはね、どっちかというとみずみずしさっていうよりはお肌のこうふっくらもっちり感、こうリッチな感じのお肌に仕上げてくれるような保湿感があるんですが、ベタつかないので朝晩使えますし、メイク前とかにするとメイクのりも良くなると思います。私も実際今日メイクこれする前にやってるんですけど、すごくメイクのり良かったです。とにかくね、このリッチ感、お肌がすごくふかっと厚みが増す感じのお肌にしてくれるので、私結構この仕上がり大好きです。そして次ご紹介するスキンケアも先ほどのパックとお肌を結構こうリッチにしてくれるものなんですけども、それがこちらです。ハクスリーオイルエッセンス、エッセンスライクオイルライクという名前のもので、名前からも分かるようにエッセンスのようなオイルのような美容液です。で、こちらの特徴としては肌の張りとツヤをキープしながらでもベトつかないっていうのが特徴です。全体的にハクスリーベトつきは全くないと思います。で、朝でも使えるぐらい、ほんとメイク前でも全然ためらいなく使えるぐらいベトつかないんですけど、でも高保湿、しっかりとこれもお肌をこうリッチにふっくらさせてくれるような、柔らかくさせてくれるような美容液で、私この美容液もすごく好きです。なんか例えばこの季節で、季節の変わり目でお肌がごわついたり、今マスク時代っていうのもあると思うんですけど、お肌のごわつき、硬さとかが気になる方はこのパックとか美容液とかでケアしてあげるとお肌柔らかく内側からふっくらするのでおすすめです。そして最後にご紹介するのがこちらのクリームです。ハクスリークリームエッセンシャルという保湿クリームですね。で、これ結構しっかりとしたテクスチャーです。割とびっくりするくらいテクスチャーが固めというかしっかりめなので、つけるときに、スパチュラとかで取っていただいて一回手のひらで温めてから押し込むようにこうゆっくりゆっくりゆっくりなじませてあげるのが私はおすすめだなと思います。こういうしっかりとしたテクスチャー系のクリームって結構ベトつくイメージがあると思うんですけど、びっくりする、私これ絶対ベトつくって思ったんですけど裏切られました。全くベトつかない。表面はサラッとしてるのにしっかりとお肌を油膜でコーティング、このベトつかない油膜でコーティングしてくれるので、例えばパッドとかエッセンスとかこのパックで入れた潤いが逃げないようなお肌を作ってくれるのがこちらのクリームです。そんな感じが、フェイスケアですね。フェイスケアは私は本当に多分熱量で分かったと思います。この2つすごく好きな感じだったので多分これからずっと使い続けるんじゃないでしょうか。で、最後になんですけども、10月29日から Q10 でハクスリーのプロモーションがあるそうなので、その内容を軽くお伝えしたいと思います。まずはこのボディウォッシュ、ボディオイル、ボディクリーム、この3点セットが、30% オフで購入できます。2つ目、私激推しのハンドクリーム、ベルベットタッチ、これ 20% オフで購入できます。これ激推しなので、多分私はこのプロモーションで買うと思います。そして次はこの美容液とクリーム、この
2点セットが 25% オフで購入できます。そして次はこのパッドと私激推しのこのパックが 20% オフで購入ができます。そしてあのスクラブもプロモーションがありまして、このスクラブにこれのパウチ、サンプルパウチがついてくるものがあって、でそれが 10% オフで購入できます。そして最後ショップクーポンというものも発行されておりまして、1000円以上お買い上げで 5% オフ、3000円以上お買い上げで 7% オフ、最後に5000円以上お買い上げで 10% オフというクーポンもあるので、ぜひ皆様この機会にお買い求めいただけるとあのお得に買えるのではないかなと思います。私結構クリスマスプレゼントをあの買って配るタイプの人間なので、ちょうど価格帯もいいと思うので、これ何個かあの買ってクリスマスプレゼント用にしようかなとは思っております。本当にハクスリー今回初めてちゃんと使ったんですけど、どれもとにかく香りが癒されるし使い心地がいいので、いろんなアイテムもっともっともっといっぱい使ってみたいなと思います。なんか結構コスメ系もあった気がするので、そこも結構気になっております。まあ、そんな感じでバーって駆け足でご紹介しましたが、以上があの私が今回初めて使ってみたハクスリーのアイテム9アイテムたちでした。皆様の参考になれば嬉しいです。それではまた次回の更新で会いましょう。バイバーイ。